i a てう、っ信頼がいいっ信じてる人も多いと思いますけれども、結局国際的なあの原子力村であると、うんえー、原子力の平和利用を積極的に推進する組織であって、えー、被爆問題については軽視する、うん、そういう組織だというふうに認識して、i a a の言うことは信頼できないというふうに思っている市民も相当数います。 2011年3月11日、昨日以降、日本人と福島の人々の삶이어떻게바뀌었는지あの、もう福島事故直後から、日本の政府は、一般公衆の被爆限度で1ミリシーベルトを20ミリシーベルトに引き上げました。で、20ミリシーベルト以下であれば、健康被害のリスクはないというふうに、まあ、市民に宣伝したわけですね。で、20ミリシーベルトを超える 地域は避難指示が出ましたが、20ミリシーベルト以下では避難する必要がないと。 いうことで、えー、そういう扱いをしました。もちろん20ミリシーベルト以下の地域からも多くの人が避難しましたけど、えー、その人たちは勝手に避難したんだということで、ほとんど行政の支援はありませんでした。そして20ミリシーベルト以下では安全だという宣伝をしつこくしましたので、まあそれを信用して福島で引き続き生活している人もたくさんいます。しかし一方で、えー、避難した人、あるいは避難的な ただ、そういう健康リスクがあるのではないかとか、不安だとか、ような話をすると、バッシングを受けるんですね、えー。周りから攻撃される。安全なのに、そういうことを言うと、 福島の復興に水を差すと。例えば福島の農作物が売れなくなる。福島の,あの魚,魚とかね、魚介類だとか、そういうものも売れなくなる。福島の復興に水を差すということで、うんうん、周りから攻撃されます。したがってそういう危険ではないかとか。 あるいは不安だとかいうことをもう皆さん口に出せなくなっている。で、今福島に住んでいる人たちはみんな安心して生活してるんだという、まあフィクションがもう作り上げられていてですね、そのフィクションを信じている人と信じられない人との間に非常に深刻な分断が作られています。で、この裁判の原告7名いますが、この人たちも顔も出せない、名前も公表できません。 이것 공개해서 개인이 특정되면 어떤 공격을 받을까 하는 것 무서운 상황에 니다 지금 이제 도쿄전력 같은 경우는 알프스 장비로 방사능을 걸러서 지금 해상 방류를 하고 있다고 그러죠 알프스로 정화시켜서 후쿠시마 오염수 그러니까 탱크로리에 있는 물을 바다로 방류하잖아요 어떻게 해야 된다고 생각하시죠 그 문제에 대해서 あの、日本の国ではですね、反対してる人たちも多いんですけれども、結局ね、うん、風評被害だという言い方になってます。反対の理由がね。違いはないんだけれども、消費者が心配をして、福島の農作物とか漁獲物だとか、そういうのを買い控えると。それを風評と言います。えー、例えば漁協、漁業協同組合などが反対していますけど、反対の理由は風評被害ですね。 だけど、それは間違いだというふうに思います。風評被害ではなくて実害です。膨大なトリチウムを解除。 海に流すということになりますので、そのトリチウムは、魚などの体に累積し、蓄積し、あるいは水蒸気になって、また陸に戻ってきてですね、で、人の体の中に最終的に入ってきます。トリチウムの出す β 線は、他の放射性各種の β 線よりも弱いから安全なんだという言い方をしますが、いくら弱くても、分子結合のエネルギーなど,などよりははるかに強いので、β 線によって、 分子結合が切断されます。まあ、してそのトリチウムは水素と置き換わるので、もう人の体の DNA の中に入ってきますから、それによる健康被害っていうのは重大なものがあると思います。で、日本では、まあ原発からもトリチウムは放出してるんですけれど、その放出量の多い佐賀県の玄海原発。 それから北海道の泊原発の周辺は、それ以外の地域よりも癌の発生率が非常に高いということが分かっています。それは、その原因は、やはりトリチウムであるという可能性が非常に高いというふうに考えています。だから、あの、風評の問題ではなくて、実害があると。トリチウムを流せば実害があると。

そのさらに極端なのは年100ミリシーベルトまでの被爆は健康被害がないというふうに言っている学者がたくさんいます。年100ミリシーベルトの被爆をすると、生涯、仮に70年とすると7000ミリシーベルトの被爆をすることになりますから、それで健康被害がないなどということはありえないのですが、そういうこと、堂々という学者が日本には多数たくさんいます。今まで いろんなその研究でですね,ね、年1ミリシーベルト以下であっても健康被害があるというような疫学データはいくつもあるのに、20ミリシーベルトまでは健康被害がない。これはまあ政府の公式見解ですけれども、それは大きな嘘です。そして住民に、福島原発事故によって住民に健康被害がないという、これも大きな嘘ですね。事故の後ですね、福島では子供たちの間に鼻血が多発しました。 特に子どもを持っているお母さんたちは、子どもが異常な鼻血を出すというので、非常に不安に思ったし、そのことがずいぶん話題になったんですけれども、その鼻血が出たという、事実自体がデマであると、嘘であるということで、激しく攻撃されました。それはは日本のの閣僚大大臣、臣最終的には当時の安倍総理大臣までですね、 異常な話が出たというのは嘘だという攻撃をしました。で、とにかくその被爆によって住民の健康被害は生じてないと。年20ミリシーベルトまでは安全だから健康被害が生じるはずはないというのが、あの、日本政府の嘘の根幹です。 じゃあ、韓国사람들한테は、ま、今、ごたく좀해주셨、なんか、하실수る는말씀있으면해주셨으し좋겠어。あのー、海洋に放出するということになると、これは日本国内にとどまらず、世界中の人に迷惑をかけることになります。で、そういう意味で、あの、これを阻止しなければいけない。日本の人間は阻止しなければいけないわけですが、 まあもう、もうすぐう放出されるのではないかというような状況にまで至っていて、それは世界の人々に大変申し訳ないというふうに思っています。ただ日本政府というのは国民が少々あの反対してもですね、平気でそれを無視して政策を少し進めますが、国際的な外圧には弱いという,うような特徴がありますので、今、まあ韓国の方、あるいはその南太平洋のですね、 あの、島々の国の方々中心にですね、強力なあの反対運動であの声を上げていただいている。それは、あの、とてもありがたいことなので、ぜひ続けていただきたい。そして、 あの、まあ、仮に始まったとしてもですね、いっぺんに放出するわけじゃなくて、ちょっとずつ放出しますから、途中で止めることができると思うんですね。とにかく、仮に始まったとしたら、それで負けなのではなくて、できるだけ早い時期に止めるということを目指してですね、さらにあの、運動していかなければいけないと思いますし、被害を受けるのは、国、国境を越えて被害を受けるわけですから、それぞれの市民がですね、それぞれの国の市民が連帯して、 これに反対していくということがあの今後も大事になってくると思います。韓国の皆さんにもぜひお願い。